はいはい、お母さん、大丈夫ですか？お茶あげてくれ。大丈夫？お母さん、大丈夫ですか？お母さん、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 皆さんこんにちは、タスです。今日は東海オンエアの傾いている家のコントを見ます。私の初めての東海オンエアです。じゃあ行きます。ここが私の実家です。初めての挨拶、緊張するな。大丈夫だよ、お父さんもお母さんも楽しみにしてるって言ってたし。そっか。 He looks good in the dress. でもうちちょっと変わってるんだけど、びっくりしないでね。何言ってんだよ、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあ行こうか。あ、ここ。そう、うち坂の途中に立っててすごく斜めなの。やっぱり変だよね、私のこと嫌いになった？いや、全然気になんないよ。嫌いになってない。よかった、優しい。じゃあ行こう。ただいま。お邪魔します。んこれ、ここん、ここ部屋。うん、ここが部屋。ここがどういう構造だ。ここにね、山が建ってたの昔。そのまま行っちゃったの？平らにするとすごいお金がかかるから、もうこのまま建てちゃえってお父さんが言ったの。あ、なんで建てちゃったの？かわいいでしょ、私結構お気に入りなの。うん、いいと思う。じゃあ、ここを開ければいいってこと？うん、どうぞ。じゃあ、失礼します。あ、最初ちょっとね、コツがいるけど頑張って。すごい重いね、これ。これ重力下に来てるから。あ、慣れるからすぐね。なるほどね。大変。いける？大丈夫？指挟まないよね。本当だね。私何回もやってるから。あ、なるほど。危ないからね。よいしょ。おお、君がひろし君か。稽古の父です。やばい、やばいでしょこれ。座って、どうぞ座って、中入って。すごい。座る？うん、入って入って。座るっていうのは、うん、よく来た、よく来た。ここに行くってことですか？そうそうそう。よく来たね。はい、座って、いいよ、入って。The dad is looking on really hard.ここでもいい、ここでもいい。あ、そこじゃダメだ、ここに座んなきゃ。もう何言ってんの、もう。じゃあ、なんでお父さん座れてるんだよ。来なさい、ここに。ね、何やってんだ。何やってんだ。はいはい、あー。ひろし君は、なんだ、足腰でも。ひろし君、座布団に座りたくないの？足腰が悪くて。足腰が弱いのか、ひろし君は。ひろし、じゃあそこ戻るね。うん、こっから入った方がいいよ、多分。初めて来た友達もね、たまにこういうことしてるから。そうだな、ね、よろしく、テレアなのかな。そうね、すごいね、シャイなの。座りますね。そら、そら、そら、いけー、そら、せっかくお父さんが時間作ってくれたんだから。すごい、すごい座るね。すごい、緊張してて、彼今緊張してる。緊張しなくていいのか。座りなさい、ひろし君。疲れますね、これ。He's trying. よし。ほっ！あ、すごい、ひろし君。ひろし君。セーフ。お父さんはそんな寝ないで、ひろし君。何をそんなに辛そうにしてるんだね、ひろし君。男なら、座りなさい、すっと。こっちか。あ、ひろし君。痛そう。痛い痛い痛い。いきなり何してんの。稽古、初めて来てこんな寝そべる人いないぞ、なかなか家で。ひろし君、態度悪いよ。ひろし君、ひろし君、ひろし君、頑張れ。ひろし君、汗をかいてる。緊張してるから。緊張で汗をかいてるのか。うん、もう本当にずっと緊張してて。あ、そうか。あ、座りました。あー、座った。座る。どんどんもっとそんな必死な顔。ひろし君、ひろし君。一回、稽古ちゃん、あの、見本というか、一回席について。私から座る？うん、結構あるんだけど。いい。じゃあちょっとごめんね。結構はもう家だから。ね、毎日ここにいるんだから。そうなんだね、すごいね。ずっと座るからな、結構は。そうよ。結構ちゃん？こういう感じで行くんだ、こういう感じで。結構ちゃん？あ、全然できないね。肘が薄くて。難しいな、結構。ここの角が大事なの。サーサンテこの角を使って。
うわー痛そう。手つなぎながら行く。うん、大丈夫かそれ。二人なら困難を乗り越えられるんです。お見せてくれ。頑張れ。じゃあ行ったら ついてくから。私あなたについてく。ずっと一緒。一緒に行けろ。うん、行くよ。せーの、行けー。よし。あおい、まだ昼だぞ。走れよ。何でこんなとこで。大胆だな。母さん、母さん、お茶。はいはいはい。はじめまして。こんにちは。母さん、お優しい。母さん、お茶。大丈夫ですか？お茶あげてくれ。大丈夫？母さん、大丈夫ですか？母さん、お母さん。あ、私スタッフで。お母さん。ごめんね。お茶運べてなかった。おい。みんな何やってんの。私は一人知らないでくれ。みんな母さん、もう一回お茶持ってきてくれ。はい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 。母さんもね、本当に昔はスッと来れたんだけど。ひろし君にお茶あげて。行くからそっちにね。行くからね。大丈夫。よし、行こう。頑張れ。ここで話しませんもん。ダメだ。何言ってんのよ。確か大変な家だね。大変じゃないよ、楽しいよ。本当に、うん、たくさん濡れちゃったな。弟がいるから、ちょっと弟が、ちょっとタオル持ってきて。タオル。あ、タオルありがとう。ちょっと待ってください。弟さんですか。弟だ。今達也、達也ってんだ。あんな感じなんですか。いつも達也回ってスッとどっか行っちゃった。恥ずかしげねえだ。あ、そうだ、うちね、お兄ちゃんもいるの。紹介しようと思う。お兄ちゃん。あ、はじめまして。はじめまして。それいいの？これ、アリ？はじめまして。アリです。妹がお世話になってます。はじめまして、お兄さん。これ突然だけど、これもう履かなくなったズボン、僕のプレゼントします。多分似合うから、一回履いてみて。じゃあ、ありがとうございます。よかったね。履いてみてくれ。でも、履かなくてもよくないですか？履いてほしいんだ。履いて、似合ったらプレゼントしようと思うから。わかりました。お兄さんの予防とアバン。仲良くなるチャンスなんだから。はい。座ってると、ね。あ、これ僕の専用なんで。これお兄ちゃん。専用とかあります？これお兄ちゃんの。使わせてください。お、すごい。うわ。賑やかい人だね。あ、すごい。さっきからどうぞ。すごい。ひろし君、だいぶ慣れてきたな。はい。すいません、こんな。え？He's changing there？ え、しどうぞ、お前。よろしく。ヒロシ君がヒヤッとしたな。このパンツでこの上をまたいでるのヒヤッとした。転んだ時。怖かったね。今のはヒヤッとした。ヒロシ君やってるんだからあんまやめてやめてやめてよ。この顔が見えなくなると思って。じゃあ来ますね。はいはい。頑張れ。ヒロシ君。ズボン履きながらどこ行くの。根性ないな、ヒロシ君は。ヒロシ君結構大丈夫か、こんなやつと結婚して。ズボンを履いて見せてくれって言ってるだけだろ。お兄さんが一度履いてみるのはどうですか。まあ、オッケー。サイズが小さいんだよ。もともと履いてたんですよ。でもお兄ちゃんね、足細いから全然似合うと思うけど。うわ、お兄ちゃん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 元気か。あ、元気。優しい お兄ちゃん、あ、すごい、すごい。あ、お兄ちゃん、あ、ちょっと、ガタ良くなったか。いや、なんてこと言うの。もうやだ、もう最低。ね、ヒロシ君、この人広い。あ、うわうわぁ、危ない。カバ見ちゃった。写真、はい、あ、でも似合いそう。お父さんも似合いそうです ね俺が。たまには若いファッションしないと。分かった、もうヒロシ君の前だから。 Why is everyone taking their pants off? 見せらんないからな。Is she not embarrassed? Is this not an embarrassing situation? スキージャンプみたいになって。お父さん、お父さん、切れてる。超えそうです。ちょっとすごい。これ、家では靴下脱ぐんだよね。あ、どうなってんのそれ。 Actually though, how is he doing that? あ、靴下脱いだの失敗だったかな。よいしょ、お父さん。お父さんが一番ここの家で過ごしてる時間が長いからね。そうだ、私の方が一番長いからな。やるぞ。ほら、ヒロシ君こうやってやるんだよ。え、すごい。 How is he standing? 何年住んでると思ってんだ、バカ者。あー、痛そう。あ、痛そう。
太ももが今赤くなってたよ、すごく。まみつき赤いって。そうだっけ。ねえ、ここって、いけるの？ここ、いけるって何？ここいけるの？ここ、いけるって何？ここ歩いて、私ね、こうやって遊ぶの大好きだったからね。ちっちゃい頃、結構こう、パーってした通りとか好きだったんだ。そう。見ててね、すごいよ。私の特技。そうですか？すごいでしょ。すごい。すごいでしょ、これ。すごいね。どうだ？ちょ、結構この、お家芸。よろしく頼むよ、ケイコのこと。よろしく。よろしくね、ひろしく。ごめんなさい。もうこの家には二度と来たくないです。え？大変。よし。よし、じゃあな、またおいで。多分、兄さんのキャラは私の一番好きなキャラです。一番面白かった。When he started falling, he was trying to make it more natural. So like, he was doing it on purpose. It was really funny. もっと笑いコントを見たい方はこちらです。で、私のメンバーシップがパトロンというサービスに参加して私をサポートしてくださいね。チャンネル登録といいねお願いします。じゃあ、また見てね。バイバイ。